人なら高速ラップ曲も初見耳コピー一発で弾けるのか。来ました。はい、来ました。初見ピアノ企画初見です。今話題のマッシュルオープニング、あのブリンバンバンボーンという曲、すごいこれ好きなんですけど、こちら耳コピーで弾いてください。聞いたことないですよコメントでもこの曲ヨミさんに弾いてほしいっていうのが結構来てまして、ただこの曲歌の難易度が激ムズと言われてます。激ムズなんだ。あの、ね、今めちゃめちゃ話題じゃないですか。だから街中とかで歌ってるのを聞いたことあって、そう、あとこの間行ったその二郎系ラーメンとか、あと店内 BGM でも多分YouTube のプレイリストでかかってたんですよ、はいはい、だから初見ピアノなんですけど3、4回は聞いたことあります。これは流れてるんですか。一発耳コピとしてありかなしか、ちょっとコメント欄で皆さん教えてください。今回はちょっとガチで耳コピー、初演奏。ほぼ音程なくない？そうですね、あの待ち時間のみ、待ち時間のみ時間で、はい、多分5分から10分ぐらい1人だと思うんで、耳コピー。いや、これむずいぞ残り時間で何文字かメモしていいですか、コード。あ、大丈夫ですよ。何文字まで OK？ 4文字、5文字、縛り。まあでもコード進行は本当に A と E、あんま2種類ぐらいしか出てこないです。だから歌詞覚えれば、これだから逆に多分コード見ながら弾くっていうより歌詞見ながら弾いた方がいいかもしれない。いや、もうね、メモするなら今回これです。 8×2、4、4 これあのコードはもう簡単だったんで、思ったより。ああ、もう小説数を、小説数これを覚えといた方がいいでね。めっちゃ変わるじゃん、リズム。 マジでこれ難易度 S じゃん。かなり難易度はあると思います。Thank you.
きましたね。おーよかった。そうっすね。すごい。今の何の曲か分かりましたか？エリーゼの。あ、そうです。エリーゼの何の曲か。